本田一郎は、愛知県犬山市出身のプロ野球選手、監督。犬山高校ではエースで4番だった。卒業後の1950年、中日ドラゴンズの入団テストを受け合格し、投手として入団。入団1年目は、投手として目立った特徴がなかったが、瞬足と左打ちの打撃に着目した、監督の天地俊一が本田を外野手へ転向させた。 アマチの意向を受けた二軍監督の宮坂達夫から宮坂式千本ノックを受けるなど鍛えられた。一番中堅守として活躍。1954年のチーム初優勝日本一に貢献した。1955年に投類王。1961年に高知県民。翌1962年には高知仙人となり同年退団。1964年に 中日に復帰し、二軍コーチである片原一軍の公式戦19試合に出場した。翌1965年には選手千人として現役復帰し、同年引退。ニックネームはパラさん。また中日ドラゴンズ切手の美男選手であった。引退後は二軍監督、コーチスカウトなどを務め、1968年にはシーズン途中で成績不振で休養した。 監督の杉下茂に代わり、代理監督を6月25日より務めた。スカウト時代は、木又達彦と大島康則を担当した。このシーズン中に、中日は日本プロ野球史上初となるノースリーブのユニフォームを使用している。面倒見のいい人情化で後輩からの人望も、厚かった。2005年1月2日、観光編のため、 愛知県一宮市内の病院で死去。73歳坊津。ありがとうございます。